武対オリックス7回裏西武無視三塁、炭谷の右前安打で殿崎が生還しベンチ前でタッチ、撮影、鈴木雅人、より小さい西武。5の1オリックスより大きい、6日、メットライフドーム西武殿崎修太外野手、25、が、好プレーで流れを引き寄せた。1点リードの7回無視1塁、マレーロの右翼への飛球を、配送し、フェンスに激突しながらジャンピングキャッチ。受けていたら同点に追いつかれるピンチを好プレーで救った。その裏には先頭で右声の三塁打を、放ち、炭谷の右前摘地打で生還した。踏み込んで、インコースを打つことを意識していた。開幕から6連勝というより、チームとして雰囲気がいいので、このままの勢いを続けていきたい、と明るい表情だった。